もしも女上司直虎が男だったら、いよいよ徳川が本腰入れて攻めてきました。まず犬以上に竹中半兵衛が5400の兵を引き連れて、そして駿府館には2万の兵を率いてやってくるところです。果たしてこれを無事こなせるのかどうか見ていきましょう。まずこれは単なる足止めで向かわせてます。今ここは回収中なので、でも回収22日後なので持つかどうかですよね。それまで、そして個人の上陣取ったところ、ここは合戦で対応します。さて、なんとかここの城門を守りきった段階で敵を追い払えそうですと。もうこのちょこちょこ動くのがもうストレスでストレスで、普通にプレイしていれば問題ないところでもね、問題が発生してしまうと。これはどう守るべきか。榊原さんだけ残して犬以上行くべきか、それとも、神原城から守りが来てくれれば良いのですが、ちょっと榊原さんだけ残して犬以上防衛行きましょう。表情を始めます。先月の終始です。今敵をゆっくりと行軍するようにしていたので、残り14日間粘れば少しだけ耐久が上がって守りやすくなります。ここで織田との同盟が切れてますね。ちょっとこの辺りは様子をしっかり見ないと、下手するとぶつかってしまう可能性があります。ここで受刑にももらっておきましょう。さあて、少しゆっくりにして様子を伺います。これは敵より早くにたどり着かないかと。ダメか、守りに行けないか。では少し時間稼ぎのために前の方で行ってもらいましょう。そしてここは一旦中入って兵数回復してから強撃の構え。お任せください。あと何日か、命令で回収あと9日と。ここで敵が取り付く前に触ると。ここうん、後ろから防衛も来てくれてるのでなんとかなりそうな気はしますが、もうちょっと追い込んだ方がいいかな。ここはよしと、ここで あと何日だ、あと3日で回収が終わるが、さてこちら側はどうしようか。陣の上で戦うか、駿府館まで戻るか。だがいずれにしろ犬以上先にやってしまわないとダメと。よしと、回収今終わりましたね。ならば中行きましょう。ここ外の様子も気になるので外も見ながらで戦います。お任せください。5400の兵を退けられるかどうか。いざ参る。これは反対側からの方が良かったかな。何か良い戦法があれば良いものの、ちょっとそういったものは見当たらないと。
一部隊倒し終えたと。ショートの様子がものすごく気になりますが、後ろからの攻撃も届いてるのかな。これはこれで終わりよ。もう少しでと、ここで引きましょう。お任せください。承知いたしました。ん、敵は何、反対側から来てくれる、ひょっとして。黒人衆が、これは孔明の策だったか。この引き寄せてるのは黒人衆が1対1でこの戦って、この門のところ、そっか、向こう来るかと思って門のところ開けてしまいましたね。だが敵は所詮は偽物の孔明、反対側に普通に攻めてきました。いや、動かなくていいんだ、動かなくていいんだ、ほんと勘弁してくれ。これだけは、こういう緊迫した戦いの時にそれをやられると、今星マークつかなくなりましたね。それでちょっと不利になったものの、まずここ金光明、竹中半兵衛を倒し終えましたと。ならばここは一服。どこに帰るんだ。あ、そっかそっか、ここ強撃されてしまってたな。戻ります。続きなさい。あー、他の部隊も強撃されちゃうのか、我々だけ逃げても。始めるか。ならばこの大久保という部隊だけでも倒してしまいたいけど、ちょっと無理か。では駿府館の防衛、ちょっとここの1800の兵もったいないな。戻ってきてくれればありがたいんだけど、倒されるか。寺院が潰され、4000、9000、1万2000ぐらいの兵がいると。1万2000対2300、お見せしましょう。では出ましょうか。あー、樹形には結構いい戦法が使えるな。我が戦お見せしましょう。このような布陣でさあって勝てるのかな。行きましょう、行きましょう。承知いたしました。もうこの戦いで願うことはただ一つで、勝手に動くなと。攻めよう。いや、もう無理だというのは分かってるんですけどね。ああ、ちょっと徳川早い。だが陣の上にたどり着いているので、見くびられては困りますね。ここで敵兵100室使って敵の防御力を弱めれば、矢倉からの攻撃も有効に働くのでしょう。うん、結構門が硬いですね。あっと、ゴズメが来てしまった。動くなよ、勝手に。勘弁してくれよ、勝手に動くなよと。まあこれちょっと今陣形変えたのかな。家康だけでも撤退させてくれれば何とでもなりそうなんですが、もう一度騎兵100室使いましょう。これは味方か。旗部隊もようやく来たけど、いや、こちらが戦わなくていいでしょう。もうずっとね、遠回りしてのんびりしていてくれと。
あ、これまた前に出たのか、ひょっとしたら。かかれ。うん、敵は残り8000、こちらはもう5詰めの機体が一切ないと。だが家康だけなんですよね、こちらはもう家康さえ帰ってくれと。こんだけの能力ですからね。だが騎兵100士でやったおかげで今敵の能力かなり下がったところと。まだこちら大丈夫か、こちらの門ももう少しと。そろそろか、そろそろか、もう帰らないと。続いてください。かしこまりました。うん、残り6000、これだったらばなんとかなるだろうと。参るぞ。城門が破壊されました。敵が城内に侵入しました。取り囲れ。またもぐら攻めを始めたぞ。うん、こちらが両方ともしっかりと陣取ることができています。かかれ。これ家康が来たらセットで軽百室両方とも食らわせることができたので、これ後ろの矢倉もね、寄与しているところが大きいですよね。あっと、これ来なくて良いと。うん、どうだろうか。前は出るなよ。あー、これ消えちゃったな。動くないよ、ほんと。勘弁してくれ。今月変わったな。ちょっと一旦出ておくべきだったか。承知いたしました。あっと、またここで騎兵百室。女に負けて悔しくないで、直虎がいた方は今倒し終えたところですね。内部隊反対方向来ますが、ここで家康だけでも倒してしまえればかなり微妙なところでは。抜けられるのが先かな。まあ残念ではあるけど、最後の砦で向かいましょう。城門が破壊されました。うん、酒井忠次の方は問題なさそうだと。じゃあ最後の先鋒を使って、これで家康は倒せたと。こちらもあと300ほど。門壊れる前には倒せないかな。だがこのまま戦ってしまいましょう。この軍略で敵を撃ちます。正々堂々勝負せよ、退却せよ。いやー、敵の2万と犬以上に来た5600、5800かな。敵将、捕獲しました。これをようやく倒し終えた。うん、もうね、当然初段と。騎乗する。この隙に攻められればいいんですけど、ちょっと兵数が足らないか。ここで寝返ろと言われても寝返るわけないだろうと。ここまで苦労したのにね。出陣するぞ。そんなバカを言ってはいけないと。ん、主家の今川家は揺らいでおりますと。このままでは共倒れする恐れも、旗揚げも視野に入れるべきかと存じますと。しかしそれは氏真様を捨てて今まで受けた恩をあだで返すことになると。旗揚げはしないと。
まあしてもね、それもありかなとは思いますけど、報告いたします。今回に関しては氏真公をちゃんと二条御所までお届けすると、今犬以上回収でマックスまで回収できるように規模を上げました。これさえ整えればもう犬以上ね、健康な城にして攻撃をやり過ごす拠点として有効に働くのではなかろうかと。出陣するぞ。出るぞ。おっと、これは今小山城に味方の部隊が出ましたね。まさかの展開。ならば我々も向かいましょうか。出陣します。こちら奥の方にも部隊を置いておいたので、そこら辺も活用します。いやー、びっくりした。そうですよね、仲間がいたんですよね。うん、これ四方からの攻撃今やろうとしているところ。これは一旦外で強行である程度門壊しておこうかなと。家臣団旗本選べるようになってますね。旗本の効果は守備力が上昇と。なので強い武将に与えておきましょう。なんとかなりそうかな、この敵の援軍見る限りでは。家康自らが来ない限りはなんとか対応できるのではなかろうかと。ただ徳川との同盟切れてますので、これを提案で対応するかどうかはまた考えます。それではまた次回ご覧いただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。